吉山のライブ、聖なる夜の贈り物の一コマ。鳥人間になりたいと熱唱する山田、真っ白になりながら喜ぶ山田、なぜかプロレスラー、これ筋肉ですか。そして謎の仮面のロボット。今日12月13日山田の誕生日。会場は横浜赤レンガ倉庫ホール。先日の吉田バースデーライブに引き続き、今日は山田のバースデーライブ。いやー、今日のライブすごいことになりそうだな。すごいことにしたいなと。おはよう。おはよう。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。皆さん、今日は山ちゃんの誕生日ということで、精一杯片手までやっていただければと思いますんで、よろしくお願いします。何度目どうしましょうね。早速楽屋で工作開始の山田。今からで間に合うのか。電車なんだ。楽しそうやな。よし、完成。完成したのは、ちょうどいい段ボールを持ってきたんじゃなくて、吉田の衣装。ここにあったやつ。あー、強そう。顔ちっちゃく見えるし、いいじゃんいいじゃん。自分もトラウマンになりきり、ポーズポーズ。しょうもないな、しょうもないな。いやー、楽しみ。やりたい放題の山田の2014年は、なんか他の方向になんかこういろいろ手を伸ばしたいなと。今ではもうこうがむしゃらに、こう、うん、もうね、伸びてるから。あ、そう、うん、今日もうステージ見に来た人はみんなそう思うと思うから、向こうじゃなくてもガッサーって。もう今のは何のポーズ。あ、今ちょっとそれを表現、体で表現してもらう。お待たせしました。リハーサル開始と思ったら、何かと戦う山田トラウマ、戦う吉田ロボット。よろしくお願いします。よろしくお願いします。謎のリハーサルが終わった。いやいや、もう攻めない。いや、違うんですよ、だからそのバズじゃなくて、だって準備万端。吉田も本番に向けて投げていく。もうすぐ誰も見たことのないライブが始まる。緊張してんの。いや、全くしてない。今日大丈夫。今日大丈夫。怖いぐらい緊張感がないです。なんか幸せだなって感じですね。夕方まで。そして会場が始まった。これが鳥人間の衣装。夜空ってイメージで、このパンツは青空。この、いや、僕の体自体がこう、地球の空とか夜空。山田ワールド全開。鳥人間って会場がどうなったら成功なの。ああ、もう僕が楽しかったら成功です。お客様はポカンとしてる方が多いと思います。でも何か、え、何って最初思っても、最初クスクスって笑ってても、最後の最後の瞬間に、なんかよくわかんないけど、よかったなって。スタート時間、ね、
鳥人間になりたい、カモン！鳥人間になりたい。ワンモータイム！鳥人間になりたい。ヘイ！鳥人間になりたい。ヘイ！全然テンション上がらない。行きます。そこで思わぬ事態に。ワイヤレス。ワイヤレス。嘘でしょ。え、なんで？ライブスタート。だがマイクはステージのスタンドに。ここに欲しい。行くしかない。何事もなかったかのような山田が。鳥人間になりたい。ヘイ！こうして問題作鳥人間になりたいで山田バースデーコンサートの幕は開いた。鳥人間になりたい。